マスター、私の名前を決めてください。変更は可能ですが、変な名前をつけたら爆発します。それは不要です、マスター。タイプ X はそれぞれ個性がある優れたアンドロイドなのです。それより早く名前をつけてあげたら？これからずっと一緒に連れ歩くんだかね。登録完了。想定よりいいセンスで安心しました、マスター。うん、いい名前じゃない。初めて名前をくれたマスターにはプレゼントをあげます。マスターに向いている武器はこれ。いいですね。返却は不可です。これはアルティメットファイバーガン。長いので UFG と呼んでください。へえ、初めて見る銃ね。光線銃かな。もしかしてかなりレアな物体。倉庫に埋もれていました。経験値ゼロのマスターにはお似合いです。経験値という情報が不足しているため、マスターの将来は予測不可能です。それってまだ実装前の武器ってことじゃない？すごい。そうです、タイプ X はすごいのです。えっへっ。では早速、ここからじゃダメなの？上が特等機なのです。わかった、じゃあ上から見てるから。一体どんな武器なのかしら。UFG が去るところは発射前に出てく。さすがマスターなのです。 UFG は当てど、動く仕掛けがあるのです。試しにやってみるのです。成功なのです。飛んでいるエミーに UFG を当てるとダウンさせることができちゃうのです。さすがマスターなのです。ダウンさせたエネミーに UFG を当ててアイテムをいただく。成功なのです。これで UFG はバッチリですね、マスター。ちょっと、人がつけた上り下りしてたっていうのに。マスター、お疲れ様です。
これでパーフェクトです。面白い武器ね。今度私にも貸してよ。タイムアウト。参加者は戦闘を停止ください。以降の戦闘結果はポイントに反映されません。繰り返します。キリトさんたちは何位だったんだ。参加者なら10位。すごい、キリトさん。でも今日の本当の勝者はきっとあんたね。一番のレアアイテムを見つけたんだもの。タイプ X 以上のレアアイテムはありませんよ、多分。なので大事にしてください。さあ、もうすぐ自動的に SBC グロッケに連想されるわ。戻ったら打ち上げよ。他の機能のことはどうであれ、移動のことを考えると正直かなり羨ましいわ。いや、クレハ君たちも生き残っていたんだ。あの後どうなったのか心配していたんだよ。防火法はトラップだらけのルートでさ、仲間たちの HP を削られてしまって困ったよ。どういうことだい？あの分かれ道の先に何かあったのかな？
私です。君はプレイヤーではない。まさかこれがアファシス。一応訂正を求めます。アファシスの中でもとてもレアなタイプ X です。まったく、なんで僕が落としたパンはいつもバターを塗った方が下になるんだろう。マスターはクレハ君？ちょっといろいろあって、私が来た時にはマスター登録されちゃってたんです。じゃあニューイーの君がマスターなのか。その幸運を少し分けてほしいよ。おかえり。ここで待っていれば来ると思ったんだ。よかったら一緒にお疲れ様パーティーをしないかなと思って。仲間たちとちょっとした打ち上げをするんだ。アファシスの話も聞きたいし、どうだろう。あれ、君はさっき戦った。どうも。剣使いキリトと戦えて光栄だったよ。仲間はあっという間にやられたし、時間切れにならなければ僕も危うかった。君はキリト君の友人なのかい？なるほど。アファシスを手に入れ、トッププレイヤーに興味を持たれる。君は今日世界一幸運な人だと思うよ。よかったらいつきもか。残念だけど遠慮するよ。今日は付き合ってくれた仲間におごる約束をしているんだ。君たちはどうかな。
は初めての経験です。興味があります。行きましょう、今すぐに。もちろん参加するわね。キリト、アスナ、イベント大会優勝おめでとう。パパ、ママ、おめでとうございます。ありがとう。だけど、今日のお祝いは俺とアスナのじゃない。超レアなアファシスを手に入れた幸運なニュービーのお祝いさ。みんな、俺の仲間だ。詳しくは今度紹介するよ。近くで見たの初めてです。私はクレア、アファシスはこっち。私がアファシスです。皆さんと同じに見えるかもしれません。ごめんなさい。はじめまして皆さん、私はアファシステムタイプ X。 型番では呼びにくいでしょうし、私も舌を噛みそうです。どうぞ好きな名前で呼んでください。できるだけ短いのが好みです。マスターがくれた名前は特別なのです。だからマス…うわー、羨ましい、羨ましすぎるぜ。あんた、俺も欲しい。俺だけの可愛い子ちゃんが。ジージー王に来ても変わらんな、クライは。そこでがっつくから嫁が来ないんだぞ。そうだね。ナンバーが00だから、レイちゃんはどう？わかりやすくていいんじゃない？レイちゃん、よろしくね。レイちゃん、承知しました。私にぴったりだと思います。皆さん、よろしくお願いします。サポートアンドロイドとして皆さんをお手伝いさせていただきます。パーティーにお誘いいただけたら皆さんを全力でサポートしますです。マスターがお留守の時でもどんどん誘ってください。マスターじゃなくてもパーティー加入でサポートが受けられるのか。ありがたい話だな。俺は俺専用の可愛い子ちゃんを手に入れたら独り占めするぜ。だからお前はそこでがっつくから縁がねえんだって。それじゃあ改めて乾杯しましょう。アファシスゲット、おめでとう。おめでとう。早速噂になっているぜ。ニュービーがアファシスを手に入れたってよ。 GGO 最強のリアルラック持ちプレイヤー登場って話だ。情報屋のアルゴさんもニュービーのネタは買うって言ってたよ。みんな欲しがっているから今なら高い値段がつくって。へえ、それはいいことを聞いた。キリト君、友達の情報を売ったらダメだからね。
ねえ、アスナの銃撃をかわしたって本当？初心者に。へえ、君って実はかなりの凄腕なんじゃない？得意な武器。その武器って見たことないんだけど。未実装の武器？アファシスってそんなプレゼント機能があるの？はい、タイプ X だけが有する1回だけの特別な機能です。他にもいろんな機能があります。多分 AI にしては随分アバウトな表現ですね。確かにこれは俺も見たことがない。でもそんなことがありえるのか。デザインからすると光学武器、移動サポート機能、こりゃ GGO の戦術が変わる武器だぞ。あんた、俺にこの武器を売らないか？エギル、初心者相手にぼったくったら許さないわよ。そもそも値段がつけられないくらいレアな武器をいくらで買う気よ。それはまあ友達価格ってやつで。いやすまん、商人の血が騒いじまってな。まったく。でも本当にあなたはリアルラックが高いんだね。こればかりはどうにもならないな。羨ましいです。どこ聞くおまじないと。昔から運はいい方よね。ねえねえ、クレハはスコードロン入ってるの？ううん、私は基本ソロ。狩りの手に加入することはあるけど、あまり長いはしないかな。あのもしよかったらお友達になりませんか？ GGO は女性プレイヤーが少ないから。賛成。私たちグロッケンホームを借りていて、そこでよく集まっているんだ。みんなでお茶したりおしゃべりしたりしてるから、いつでもおいでよ。歓迎するわ。ありがとう、すごく嬉しい。最近は結構増えたけど、女の子のプレイヤーは少なくて。男の人ばかりのスコードロンも多いみたいですね。そうな、マスコット扱いされるのも嫌だから、特定のスコードロンには所属しないようにしていたの。クレアの気持ち、私もわかる気がする。能力以外の部分で評価されるのってあまり好きではないわ。うん、私も同じ。何よりちゃんと自分自身の力でトップを目指したいから。しっかり目標を持っているんだね。応援するよ。うん、私も。お手伝いできることがあったら何でも言ってくださいね。みんなありがとう。あのね、ずっと前から女子プレイヤーの友達が欲しかったんだ。だからこうやってみんなと知り合っただけで十分幸せというか。うわぁ、もうなんて言ったらいいんだろう。なんか私まであんたのラッキーをもらっちゃったみたい。ありがとうね。今日はとっても楽しかったわ。おい、ちょっと外に行ってみないか？急にパーティーに誘って悪かったかな。想像しくてびっくりしただろ。口が悪いのもいるけど、みんな気のいい連中だし、
頼りになる。今度改めてちゃんと紹介するよ。君ってさ、ソロタイプだろ？そりゃ昔の俺みたいなフレンドゼロとは違うだろうけど、君がファシスをかばった理由を聞いた時、妙な親近感が湧いたというか。俺はどちらかというと効率重視タイプだし、普段は理屈で物事を考える方なんだけどさ、それでも考える前に体が動くってあるよな。そういう時の理屈は後からついてくるんだよ。君もそんなところがあるように見えたんだ。うん、きっと君にとってあのアファシスは、あっ、待って、全部俺の勝手な考えだけどね。外れていたらごめん。それならいいけど、ゲーム初日からそんな大切なものに巡り合えるなんて、君は本当にラッキーだな。一つ聞きたいんだけど、いいかな？仮想と現実の差は何だと思う？世間では仮想、VR 空間はまがいものだっていう人もいる。俺はそうは思わない。だって俺たちは今、ここで生きているんだ。この広い世界を自分の地でどこまでも行く。ワクワクしないか？だろ？やっぱり君は俺と同じタイプの人種だ。ようこそ仮想世界へ。アイテムの管理、部屋、何か聞きたいことはありますか？覚えなければいけないことはまだまだあります。出かける前には準備を万全に。あ、街の中は安全です。他者を攻撃できるのはフィールドか指定の場所のみです。まあ、どんな場所でも私がいれば安心です。敵が出てもズキューン、ドキューン、ババババってやっつけます。ポイントを使ってマスターや私のステータスを成長させてください。ステータスは戦いだけではありません。強い武器や防具を装備するのにも必要です。まずは私の素晴らしいステータスを見てみるのです。おかしいのです、こんなにヘナチョコなのですか？まさか、プログラムマスター、私では自己解決できません。今すぐ対策を、修理工場に連れて行ってください。異常事態です。スキルがほとんどありません。
ミサイルを射出したり、お金を増やしたり、爆笑ジョークを披露するスキルがないのです。あ、原因が分かりました。マスターがヘナチョコのせいです。私は正常、全く問題なし、オールグリーンです。マスターがヘナチョコなのはただの事実です。落ち込まないでください。アファシはサポート AI なので、使用者であるマスターより強くなれなのです。だからマスターが強くなれば私も強くなれます。頑張って。では続いてマスターのステータスを見てみましょう。